使い捨てのビニールです。フランスのパティシエさんからビニールを切っただけでも絞れますよと聞きました。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。11月も半ばになると寒くなってまいります。そろそろクリスマスの準備です。今日はこのサントナレという口金を使って生クリームを絞る練習をしていきます。生クリームは7分立てぐらいにして冷蔵庫に入れておきました。使う前にもう一度ペロン、角がペロン、そうですね、7分立て、今日はこのくらいで練習してみます。ケーキのスポンジとスポンジの間に挟み込む生クリームは8分立てよりもう少し硬いくらいの方がいいと思います。切るときに切りやすいので、使い捨ての絞り出し袋、サントナレをセットします。口金を使わないパターンは動画の最後にあります。ご覧ください。ここの最後のところ、ビニールからちゃんと出るようにセットしてください。このように深いコップのようなものにセットします。ビニールはしっかり綺麗にかぶせてください。あまりたくさん入れると手の熱で溶けてしまうので、少しずつ入れていきます。袋の上部はしっかりねじってください。垂直に持って、ぎゅーっと押し出してし、ぎゅーっと押し出してし、口金は切り込みのある方を上に向けて垂直に持ちます。そして、ここまで来たいときは、ここまでクリーム来たいときは、そのずっと2センチぐらい手前に垂直に立てて、ぎゅーっと押し出してシュッ、ぎゅー、あら、クリームが途中で切れた。シュッ、やや大きさが不揃いになってしまいました。クリスマスまでに上手に絞れるように練習しましょう。抹茶のケーキ、使い捨てのビニールです。フランスのパティシエさんからビニールを切っただけでも絞れますよと聞きました。やってみますね。カットしました。やってみましょう。尖ってる方を上、この辺のラインまで絞り出したいときは2センチぐらい手前から絞り出します。いきますよ。垂直に立ててぎゅーっと押し出してスッと引きます。ぎゅーっと押し出してスッと引きます。ぎゅーっと押し出して、これをケーキに見立ててやってみますね。ここがケーキの縁だとすると、あ、お花になっちゃう。
けでサントノレの絞り口がなくてもできることが分かってしまいました。パリにはフォブルサントノレという通りがあります。高級ブランドが立ち並ぶ通りです。フランスのパティシエさんから生クリームを絞る練習はマッシュポテトでするといいですよと習いました。ビニールの切り方によって大きさも変えられると思うので、ぜひ今年のクリスマスはお試しになってみてください。今日も最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ皆さん、おいしい楽しい時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。